城峰山から神奈子周辺をうろうろした際に、この石上沢線に行きました。下調べなし。舗装かダートかもしりません。ナビによれば、ピストンのようですが、行けるところまで行ってみます。舗装路が700メートルぐらい続き、左に支線がありました。標識には、石上沢支線とあります。この支線の先は、全部、舗装路で、集落につながっていました。なので、この支線は、無視して、本線に進みます。ダートの路面は完全フラットです。水の流れた跡が多少はあるものの、非常に程度の良い路面です。右の山側にある乗り面は、最近の林道に多いタイプで、石を階段状に積んだものになっています。このことから、草が多いものの、比較的新しい道だと思います。ここからは、特に新しい乗り面になってますね。路面も新しい感じです。先の方に工事車両が見えてきました。この工事は林道の延長工事なのか、それとも補修工事なのか気になります。山を崩して道を作っている最前線のようです。せっかくなので、ちょっと失礼して見学したいと思います。工事中ですので、あまり近づいて転んだり落ちたりしたら、工事関係者に迷惑をかけてしまいます。危なくないところまでにしておきます。こうした重機を使っても、山の中に道を作るのは大変だと思います。林道工事の予算は埼玉県に計上されているはずだと思うのですが、看板を見ると、工事の発注は秩父市なのですね。帰宅後に、パソコンで航空写真を見ると、もうすぐ貫抜けしそうです。直線距離で230メートルぐらいです。今後が楽しみな林道ですね。